まずはすべてのファスナーが閉じていることを確認し、ファスナーのある三角の入り口を出して2箇所をペグダウンします。次にそこからビルディングテープを手繰り、リア側の入り口2箇所をペグダウン。奥行きが4メートルほどあるので限られた場所は要チェックです。次にセンターポールを組み立てて、サイド部分から中に入ります。ピークの部分に合わせてまっすぐ立てます。ではサイド部分の組み立てです、はい、まずはサブポールを上のハトメのところから長い方を刺していきます。そして下のあるハトメの方につないでいきます。そしたら一度下のところのを引っ張って大体の位置を決めたらペグダウンをします。次に二股のロープをサイドポールのトップにかけていきます。位置を調整し、だいたい三角形になるように固定していきます。サイドの三角窓の部分ですが、ここの部分にもペグダウンをして、こちらで調整ができます。ここを引くことによって全体の張り具合を調整していきます。反対側サイドも同じようにペグダウンして二股ロープで固定します。こちらの内部をちょっと見てみましょう。入り口の幅ですけれども、ここからここまでが 2.5 メートルあります。横幅は5メートル、そして、奥行きは4メートル、高さは 2.2 メートルあります。ではちょっと中を開けてみましょう。正面はサイドのファスナーが上まで届くような格好になっております。そして2.5 メートル下の方ですね、そちらが開放しますとかなりの広さになりますね。このように内部が広々なので立って入ることもできます。センターにポールはありますけれども、十分、立って過ごすこと、出入りも楽ですし、それから歩き回ることも可能です。さらにサイドの部分も開放が可能なので、こちらもちょっと開けてみようと思います。ちょっとこちらもまとめることができます。はい、こういう使い方はしないかもしれませんけれども、サイド部分を開けて、そして正面を開けて、そしてリアの部分も開けて、さらにまた逆サイドの部分もファスナーで開けることができます。そうすると夏場は開放感抜群な使い方も可能です。そしてベンチレーションですけれども、左右に2つ、まずこちらが1つ、外から開けることはできません。メッシュのままになっております。そして天井の部分にも1つあります。ここにはライトを下げるフックがあります。そしてここにもフックがありますので、例えば
ロープを張ってですね、ぶら下げたりすることも可能ですね。では、この広さがあるので中にいろいろとキャンプギアを入れてみようと思います。高さがありますのでこんなキャリアとかもそのまま入れることができちゃいますね。ソロ用の想定ですとこのように椅子、テーブルを斜めにセットしたり歩くスペースを含め余裕を持ってキャンプギアが置けます。ベッドサイド側から見てもかなり広く取れるような形でレイアウトができます。こんな感じですね。ハイバックの椅子ですが下のところにガイドロープがあるんですけれどもそちらを越えてもまだセッティングすることができます。この辺までですね。それでもまだ座ることができます。天井が頭がちょっと当たるという感覚はあまりありません。楽々座れます。また下にあるビルドテープですがこちらは取り外してリングから両方外してまとめて前方にあるポケットに入れることもできます。また別売りのアップライトポールでさらに多彩なアレンジが可能です。すべてのファスナーを閉めます。サイドの部分からペグを外しビルディングテープのある4箇所だけを残しておきます。センターポールを外して畳みます。後方の2つのペグを外してビルディングテープを手繰り前方のペグに引っ掛けます。サイドのメッシュ部分を引っ張り横方向で半分になるように折りたたみます。サイドから 5-60cm 間隔で畳みます。片方で5回ぐらい畳むとちょうど良くなります。畳み方は折り癖がつかないよう大体の間隔で OK です。棒状になったら大体半分に折ります。空気を下側で抜きながらさらに半分にします。ペグやボールを巻いたシートは重いので収納ケースは上からかぶせて中に取り入れます。はい、このようにワンポールですが、室内の広さがサイドのポールによって端の方まで広く取れるしソロキャンプにしてはすごく大きな感じで使うことができます。またさらに先ほどのようにサイド、正面、バックすべて跳ね上げができるのでタープのような使い方にもできます。インナーテントは別売りになっております。お持ちのテントを例えば、ここに設置してカンガルースタイルで使うこともできます。応用次第でいくらでも可能性が広がるギギワンです。